これ一人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 
배짱은에다가 難しいでしょう、これ。これやろう。1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、16だ。よし、それでいい。先生も正しい答え知らないからね、丸つけられないけども、一生懸命やった人はみんな丸つけてあげるから。分かった？先生も分かんないんだよ、本当のこと言うと答えが。6、8、16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 、
大したもんだな。先生わかんねえよ。16+16は本当に32だ。素晴らしい。よし。これやばいからこっちやろ。だからこっちだ。これはここに多分10がある。多分ここに10がある。その6、12、12に12だから。22だ。22に。45で、こいつ無理だ。無理じゃない。1、2、3、4、上から数えよう。でも筒井さん見てごらん、あれ一生懸命考えてる。わかるか？大きいのは分かった。見てごらん。一番大きいのはね。真剣にやってるよ。梅林君見てごらん。一生懸命、全然メモ、よこよこ。メモさらさないで一生懸命やってる。大切なことは考えることを自分でできるできないよ。その後の問題。いいな。16+8だから。いくつ足せや、いくつ？あらあら。言ってごらん。わかった。いくつよ。いくつ？いいの？うん、いいよ。計算してあげるよ。うん、いいよ。本当？じゃあいいよ。できた！いいと？よっしゃ、ミニゴン。先生も答え分かんないからさ、
一応や一生懸命やったらみんな丸つけとくから。まさか。あとね、お父さん聞いてみてこれ。僕ね、みんなのお父さんにちょっと最近おバカさんが来ちゃって。よし、お前よく考えた。素晴らしい。ついてない。うん、やる。寒い時はね、温める。温めるとでよくつくんだよ。先っぽ温めるとね。いいことなんだぞ。いいか。誰？いやー、シャンプーというかみんなちゃんと。これやったらね。あとね、答え分かんないからお母さんに聞いてみてよ。でもね、お母さんも分かんないんじゃない？これやったら。よし、みんなそのチャレンジ精神あるか？僕ね、1年生の問題を持ってるんだよ。チャレンジ1年生じゃん。1年生の問題やってみたい？難しい。あとなら君らやろうと思ったらできるよ。40だね。やってみたい人。はーい。そんな情けない声でどうするの？はい。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 1年生だぞ。はい。やってみる、見たいと思う人手を挙げてください。はい。よし。じゃあみんなチャレンジしようあの。どうやったの？もうできてたのに。なんだろう。誰と組んで、どういうこと。わかったって言ってたのかな。じゃあ、じゃあ、な。じゃあ、いってごらん。やりたいってごらん。やりたい。よーし、じゃあ、1年生の問題出してあげるよ。わかった？今日は1年生の問題出してあげる。な。これ1年生の問題。できるかな。1年生のまとめの問題だぞ。まとめって1年生のね、終わりの問題だよ。まとめって何？いや、一緒にやってあげるから、その代わりな。1年生のまとめの問題だぞ。なんか、大抵に丸をつけて。やってみよう。意味わからん。いいか。じゃあ、最初からいくよ。まず、これが難しい。1年生の子たちがみんな、うわあ、できないできないって逃げちゃう。でも君たちは逃げない。やったらやったらって食いついてくる。問題、みかんは何個ありますかって数えるのよ。これ全部？このそうそう、みかん全部で何個か数えてごらん。黒ついてるの？そう、色もついてるのもついてないのよ。下も、この下も分けるの？そうそう、全部で全部でついてる。ここだ、この、ここだけでみかんは全部で何個あるかっていう。ついてる、ついてる、わか分けるの？分けない分けない、全部で合わせてだよ。そう、それも合わせてだよ。ちょっと待って、ちょっと待って、そこはね、ちょっと違うとこなの。うん、声出しちゃいかんけど、山田君よ、しこれね、一つずつがね、一つの塊で10なのよ。だから10、20、46って数えていくんだぞ。46 46って書ける？あなた書ける。10だよ。書いてみろ、46って書いてみろ。え、50？ でも最後がさ、石田君10個じゃないの？最後の、そうだろ、10だろ、20だろ、30だろ、40だろ。で、こんだけある。いくつ？50じゃないの。最後のここだけが数えてごらん。見てみる。違うんだよ。10個ないの、それ。6だよ。これ6だよ。そうさ、朝日奈君全部でいくつだ？46だぞ。え？46だよ。分かっちゃったもん。もう分かっちゃったもん。どこに書くの？そう、ここに四角の中に。だから、これは46個なんだよ。うっす。できた？46って書くんだぞ。どうだ？小学校の勉強難しいか？簡単。うん？本当？じゃあ第2問いこうか。これは難しいぞ。いい？僕がね、1番読んであげるからよく聞いててくださいよ。10が7つと1が4つではいくつでしょうかって。74。
74かどうか知らないんですよ。10